これなんだろう。雪の中に角のようなものが落ちている。お、もうここで始まっちゃうんだ。ふむ、こんなものですかね。ん？なんだこれ。うーむ、美しい。あ、これ雪だるまか。芸術家の私にかかれば、雪だるまでさえこのように美しく出来上がってしまう。たまには戯れにこういうのを作ってみるのも悪くないですね。あれかな、噂の気持ち悪い雪だるまって。確かにすげえ気持ち悪いな。そうだね。でもなんか僕は結構好きかも。おいおい、マジか。でも確かに見てると引き込まれるっていうか。おや、少年たち見学ですか。おじさんがこれを作ったの？その通りです。私の作品はいかがですか。気持ち悪いけどなんかグッとくるものがあるね。そうそう。ほう、あなた方は子供ながらなかなか見る目があるようですね。いいでしょう。作品を見たくなったらいつでも見に来てもよろしいですよ。なんですって。雪だるまを取り壊す。そうです。このような不気味なものは子供たちに悪影響を与えます。即刻撤去すべきですわ。私は自分の作ったものを全てに誇りを持っています。撤去なんてできませんね。それに子供たちはこの芸術を理解してくれていましたが。そんなはずはありませんわ。それに私たちの町にこのようなものはふさわしくありませんわ。とにかくこれは私たちが主催している美しい町を作ろうの会で話し合って決まったことですの。早々に撤去してくださいましね。俺がいるからご主人がいじめられる。俺はここにいない方がいい。おお、動き出した。動き方動き方がもうモンスターだよそれ。これでよかったはずだよな。うわあ。俺は今難しいことを考えている。本当に俺は正しかったのか。お前どう思う？難しいとこだな。正しいよと言ってあげよう。そうなのか。じゃあなんだろう、この悲しい気持ち。ん？ところでお前誰？あれ？っていうかここどこだっけ。ああ、なるほど。別にどこ行けとかそういうことは教えてくんないんだね。
きゃ。こういうシンプルなのってハマると全くわかんないよね。ひらめかないよね。あそこに落ちてるのなんだ？やば。ここなんだ。ここで止まるってのある、ありか。切り株使わんのか、そこ。あ、でもこれダメだ。助けてくれ、モグラ。ビクトリーロードが見えない。そこに行くためには、これクリアできないやつじゃないんですか？あれ何も見えてこない。なんだってこれ、ステージ2だぞ。こうだ。オッケー。そう、右上まで来てたんなら、そのまま行っちゃえばよかったと。ヒントを使わずにこのステージをクリアしたね。おめでとう。記念にこの写真をあげるね。ありがとう。これ何？小さな手袋が落ちている。どうだい、そっちはできた？うん、パパは？できたよ。なんかパパに似てる。そうかい。こっちの雪だるまは小さくて可愛いな。パパよりも大きいやつ作ろうと思ったのに。パパ今日は遊んでくれるって言ったのに。ごめんよ、急な仕事が入って行かなきゃ。次は必ず遊んであげるからな。パパこの間もそう言ってたのに。
いつもパパは遊んでくれないんだ。今日だって久しぶりに遊んでくれるって言うから楽しみにしてたのに。僕と遊ぶよりも仕事に行く方が大事なんだ。パパのことなんてもう知らない。なんでパパさんはあの子と遊んであげないの？人間の大人はきっといろいろあるんだよ。分かってあげよう。でもかわいそうだよ。あの子がどれだけ楽しみにしてたのか、あのパパさんは分かってないんだ。もっと子供と遊んであげなきゃ。お父さんはお父さんで苦労してるんだよ。それだって分かってあげないと。分からずや。そっちこそ。もう知らない。パパなんて。パパどこ？僕のパパどこにいるか知らない？楽園？楽園？それってどこにあるの？僕はそこにたどり着けるの？また会えるよね。君も楽園に向かってるの？じゃあ僕も連れてってよ。あれ、温泉やばくない？そこに誰かいるっていうのかい？まあ誰だって構いやしねえさ。なんだったらおめえさんも温泉入っていきねえ。こんなに気持ちいいもんはそうないぞ。入らない。てやんで、おいらの好意を受けられねえってのかい？入るじゃ溶けちゃうって。しかし体中が恐怖を覚え、これ以上温泉に近づくことができない。何？体が拒否してこれ以上近づけねえだ？べらぼうめ。おいらの若い頃はもっとこう、くどくど。最近の若いのはだいたいこんなもんは根性で、くどくど。まあしかしだ、熱い湯が苦手ってんならしょうがねえ。おいらも無理強いするつもりはねえしな。おいらは今の若者にも理解があるつもりだ。まったく今はあれだ、ちょっと説教するとやれパワハラだなんだって。おいらはその辺ちゃんと分かってんだ。だからまあおめえさんも熱い湯が苦手だろうが気にすることはねえ。人それぞれってやつだからな。終わりか。入れませんでした。これさ、お父さん、さっきの雪だるま、子供の雪だるまのお父さんのネクタイとかどっかに落ちてんじゃないか。お、なんか落ちてる。雪の中に風呂桶が落ちている。
よっしゃ、こんなもんか。銭湯の前の雪だるまか。旦那、そいつは何ですかい？雪だるまだよ。最近客足が伸びなくて困ってるからな。マスコットでも置いてみりゃどうかと思ってな。へえ、こいつの旦那が。なかなか味があっていいじゃないですか。おう、我ながら会心の出来ってやつよ。さすが旦那っすね。若者のトレンドってやつをよく勉強してらっしゃる。そんなに褒めるんじゃねえよ。こそばゆいじゃねえか。ほっぺかわいいね。ねえ、見て。かっこいい。あら、マスコットかしら、かわいいわね。気持ちよかったね、温泉。また来ようね。そうね。うちの経営もここまでだな。残念だが、この店は廃業だ。みんな今までありがとう。すまん。お前にも悪いことしたな。俺は一旦実家に帰ってまた何か考えてみるよ。お前もそれまで元気でな。そっか。じゃあもうここにいても意味ないのだ。温泉。気持ちよかったね、温泉。そうね。そんなに気持ちいいのだ？これが温泉？なんか近づいたらやばい気がするのだ。でももう僕なんてどうなったっていいのだ。えい。ああ。あれ？君いつからそこにいたのだ？はじめまして。あ、これはご丁寧にどうも。はじめましてなのだ。はじめまして。あ、これはご丁寧にどうも。はじめましてなのだ。じゃ、下か。ここはどこなの？僕にもわからないのだ。ひどい目にあって気づいたらここにいたのだ。大変だったね。あれ、もしかして見てたのだ？興味本位であんなことはするべきじゃないのだ。ともかくそれで気づいたらいたのだ。気づいたらここにいたのだ。まあ考えたってわからないものはしょうがないのだ。でも、もっと違う生き方もあったかもしれないのだ。なんか切ない 切ない思い出ばっかだよ。まあそりゃみんな溶けちゃってるからそうか。こんばんは、おじいちゃん。おじいちゃんもひまわりの種欲しいの？ひまわりの種？あ、違ったか。しばらく前におじちゃんに似た感じのおじちゃんが、ひまわりの種を欲しがってたから一つあげたんだ。
なんだかすごく急いでたみたいだったよ。今頃何してるのかな。思い出してみればなかなかダンディーなおじちゃんだったな。もし会うことがあったらよろしく伝えておいてね。ダンディーなおじちゃん、ひまわりの種。お？ゴリラがいるよ。迷った。君は？俺はゴリラだ。兄弟で旅行してたんだが道に迷ってしまってな。兄弟とは離れ離れになるし、こんな寒いとこ来たことないし、まあそのうちなんとかなるか。俺たち兄弟はいつだってこのパワーで困難を切り抜けてきたんだ。パワー？そうだ、俺たちの自慢のパワー、ちょっと見てろ。フンガー。どうだ、俺のパワーはすごいだろ。また見たくなったら声をかけてくれ。何度でも披露してやろう。どうすんだそれ。いや、ここに移動したことによる意味があるはずだよね。あるね。こう使うと、あれ？これでいいのか。ヒントを使わず、はい、ありがとうございます。写真をください。よし。